焼津漁港をめぐる冷凍カツオの窃盗事件で、県警は新たに窃盗に関与したとみられる焼津市内の水産加工会社を家宅捜索しました。捜査員らが建物の中に入っていきました。県警の捜査員が家宅捜索をしたのは焼津市の水産加工会社です。捜査関係者によりますと、去年3月、宮城県の船会社が水揚げした冷凍カツオ10トンが盗まれたとされる事件で、この会社がカツオの流通に関与した疑いが持たれています。また県警は鹿児島県の関係先にも家宅捜索に入っていて、これまでに盗まれたカツオの一部が鹿児島県にも運ばれていたとみて捜査を進めています。